んにちは、チョメです。前回の続きです。撮影日時は2017年3月1日18時32分。うん、先ほどからすぐね撮り始めました。結構ねスムーズだからねやっとこうか。で、花子さんがね出てきているんですよ。しかも意外とちっちゃかった。前が探していたものリボン渡した。あら、ありがとう。助かったわ。あなた優しいのね。俺に上への道。あ、上に行けるようになるんだ、これで。封印が解かれた。ああ、あれね、かけた。上に行ったわよ。あ、上に行けるんだ、そういうの。でも、そういう能力があるって、すごいよね。あ、5とかあった。あ、下あった。4つしか装備でき、攻めできないと思った。だからさ、食べ物とかもさ、外に出られんく、されてたらやばかったね。リンゴ取りに行けなかったから。これで3階に行くのかな。え、これが今何階これ。図工室とか出た。あ、いろいろ行けるんだ。左から見てみる。順番に。2、3、4。この辺もちょっとグタグタプレイになるけど許してください。だって初めて来たからね、いろいろ調べないとわかんないから。だから倍速機能って YouTube ね、倍速機能ってあるんですよね。設定のところをいじってみたらわかるけど、何倍速で見るとかねあるから。お、何誰かいた。結構ね、いいですよ、便利ですよ。普通の実況っていうか見るのも。もうじゃあ私はマキよ。ならばマキ、お前の人生終わったんだ、いつまでも。わかんないぞ。生きてる人かもしんないし。あなたは後悔したことある。あ、後悔だらけだよ。私はずっとよ。ずっとずっと。何が悪かったの、何がダメだったのか、誰も私を見てくれない。マジか。まあでもその気持ちわかるよ。だから、途中で亡くなったとか、したらさ、一生後悔すると思う。だから生きるしかないんだ。でもさ、後悔って言ってもいろいろあるけどさ、一番嫌なのがさ、人間関係の後悔だよね。だってやり直しが効かないからね。お金とかだったらさ、別にさ、失ってもさ、また頑張れば手に入るよ。もし借金とかしてしまってもさ、頑張れば巻き返しができる。でも、人間関係っていうのは一度壊れたらさ、もう取り戻すことができないからさ、本当に大変だよね。ちょっとね、悪いけど左側調べるわ。全部ね、ちゃんと調べとかないとね。だからね、もう一度しかやり直せないこと。例えば学生時代とかもさ、もう過ぎ去った学生時代。だからいつまで経ってもあの頃の後悔をしてたら、もう前に進めないんだよ。あそこ降りたか。本当は右も調べたかったけどな。降りるか。お、鍵か。鍵を手に入れた。どこの鍵だよ。え、どこ行ったんだろう、これ。わかんないぞ。また迷子パートが始まるぞ。まあ、とりあえず、とりあえずっていう言葉はあんま使わない方がいいかな。で、こことかまだ見てないでしょ、図工室とか。この右の方とか、ちょっと調べてみようかな。だからまたちょっとグダグダく。こういう時ね、雑談できる、実況者とかすごいよね。あと私も、今ね、話してるけど、やっぱりね、あまり見てない人がいても、声を出すっていうのは、すごく運動になるんだよね。結構元気が出る。鍵がかかっている。だからどこの鍵だ？あ、これ、どこの鍵か見れる？あ、出た。校長室の鍵。おぉ、校長室はどこだ？校長室、校長室。あ、下か。1階に行くんだね、だから。あ、何かある。これもかけらか。だからなんかいじめられたのかな、まきちゃんは。大丈夫？どうかした？本当に？てんてんてん。ね、何かあったら言ってね。でもこ、私友達、でも突然裏切る時があるからな、友達も。怖いよね。女同士の友情ってどうなんだろう。男は、まあなかなか、壊れることはないけどさ。でも戦うときは戦いになるよね。はぁーって。私結構中学生の頃とかしょっちゅう喧嘩してたわ。いろいろ。
言い合いで、しかもね、男の場合は殴り合いがあるからね、結構ね、ハードなんだよね。女性はわかんないけど、男ならではのね、ハードだよ、ほんと。すぐもうパンチが飛んでくるからね、怖いよ、ほんと。いや、でも昔は、今はわかんない。今は精神攻撃とかあるのかな、男も。うん、昔はね、結構正々堂々戦う人は多かったけどね。ここかな。あれ、あいつらいないじゃん。ちょめさん、今日からね、実況の方法変わったでしょう。結構元気になったと思わない？なんかね、ちょっといろいろ、最近ね、いいことずくめでね、結構ね、体調も良くなっちゃったよ。本当に。なんだなんだ？うるさい。ごめんなさい。バカな子。あ、それ階層か。グズとかやめろよ。誰にいたのかしら。ああ、噂話か。え、これもしかして親とか近所の人が言ってんの？いや、違うか。壊れたかな。おぉ、びっくりした。ああ、なんない。怖いよ。なんで私このゲームやるとき結構あれ暗いんだろうな、夜が。あ、これ私まだこの感じが読めない。なんだ？なんだじゃねえよ。いきなり喧嘩吹っかけ。え、ドッペルゲンガーがいるの？うん。ドッペルゲンガーか。なりすましって一番厄介だよね。リアルだとさ、なりすましたくないけど、ネットの世界だったらなりすましとかあるでしょ。あれ一番厄介だわ、なりすましてさ、なんかさ、ぐちぐち書き回すの。ああいうの一番卑怯だよ、ね、ほんと。誰かが言ってたよとか、噂話とか。うろうかは走らん。はい、すいませんでした。今月の目標、時間を守る、本を読む。あと、稼いでやめない。ちょっと、カットしまーす。多分ね、迷子パート。はい、お待ちよー。こんにちは、チョメです。なんかね、3階に、ね、行ったらね、変な穴が開いてた。ちょっと入ってみます。なんでこれは？うん、これ入るしかないでしょう。なんだこれ。へぇー。え、これ数えとく？数。大丈夫？ちょっと待って、永遠ループか。あ、ループじゃなかった。あ、自分これもしかして。俺を、溜まるのお前か。霧島って思うんだ。感じ。ひらがな。やはり姿は俺か。何もない。霧島？名乗る気はないか。ならば近づくで暴くのみ。うおすごいな、この主人公。あ、なんか、幽霊だったのか。霧島。うわぁ、それはきついって。あ、でも物体がないってことはあっちのも痛くないんじゃない？攻撃。え、どういうこと？あ、なにこれ？なんだここは？あ、ちょっと待って待って、炎が。お前も捕まったのかい？ご愁傷様。ここはあいつの世界。俺も捕まったのさ。あ、なんかどんどんひどくなってんじゃん。お前、極卒か？そうだ。お前、強いんだろ？そうだろ。いや、まだ戦闘が一回もないんだよね。俺たちはあいつに勝てない。そりゃあね、火の玉は勝てないじゃろう。頼んだ。他の奴らにも伝えよう。ほうほう。なんか、みんな味方の子、あ、ここにセーブするんじゃなかったな。元の世界に戻れないか、何だとかにしとけばよかったな。手口はどこだか。じゃあ、ちょっとまた探すパートかな。あら、入れなかった。あ、上に行く階段とかあるじゃん。鏡の世界か。なんか逆になってるね、全部。見取り図とかは？あ、昔のしかないのか。これも逆になってる。どうやって戻るんだろう。戻るっていうか、どうすればいいんだ、これ。あ、待って、間違えた。いつもの癖で、鏡になってるから逆なんだ。鏡がある。鏡？こんなものなかったんすか？見る。磨き上げてやるな。え、でもさ、階段のところに鏡あったよね。おお、触った。え、なにこれ？パズル。お、面白いこれ。私ね、こういうの大好きなんだよね。得意だし。おい、一発クリアを目指すよ。ほい。こんな感じでね。私はね、パズルが得意なんですよ。パズルのパズちゃんってね、言われたことないけど。はい、クリア。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。待って。間違えた。
あ、セーブできない。そう、やり直しは無理ってことか。壊したらいけないだろう。触るか。あ、全く、壊すのか。親切設計だな。あ、だから、そういうことか。鏡を探して、謎を解いて、壊していくって感じなのかな。そういうことか。だから、鏡の世界から出るには、鏡をどんどん壊しなさいってことか。じゃあ、鏡を探さないといけない。これは、お、火の玉ちゃん。回復して、え、どういうこと？一回だけさ、え、頼む、え、体力減ってる？あ、ほんとだ、減ってるわ。まあ、今はちょっと大切に取っておこうか。だって、また減るかもしれないしね。じゃあ、右の方を調べてみましょう。この辺は入れないか。ただの壁。このトイレとかにはないでしょ、鏡。多分。閉めないけど、トイレ。はい。こっちも。よいしょっと。なんか少ないな、トイレ。この辺も。よし。この辺の場を、おお、ちょっと待って、こんなとこがいなかっただろう。触る、触って入るね。よし。なんだこれは。ワープした。ちょっと説明を読もう。人生のローを問う。え ?2、3、4?2?3?4 でいいんじゃない？違う。あれ違う。えどういうことだ？人生のローを問う。わかんないよ。なんだこれ。セーブできないし、これ戻るの？え？いや、じゃあパターン化しよう。あの、3P3 で、3が6、6通りか。だから2に入って、3に入ってダメだった。だから4に入って、3。これでいいんじゃない？ダメか。じゃあ次は、あ、そっか、3回続くとは限らないのか。困ったなぁ。3回って決めつけちゃダメか。5回とかの可能性もあるか。こうやってね、一個ずつね、パターン試していったらいいのかなぁと思ったんだけど、そういうわけではないのか。これが最後のパターンとか言ってね。4、3、2。ダメか。ちょっとカットするか。人生のローを問うって何これ？ローを問うって。人生のローを問う。ローを問う？どういうことだ？ローを問うって。いやー、わかんないな。まあ、最後のとりあえず、パターンを調べて、ダメだったら、ちょっと考えるか。あと、4、2、3だけやってないからね。これダメだったら他の、お！なんで？なんで4、2、3なの？やっぱ 3P イコール3で、3が6、6通りだったか。もう、よかった。壊すんだろこれ。壊せばいいのかな？なんで4、2、3なんだろう。あ、そういうことか。あの、人生のロだから、あの、生まれた時はさ、なんかあったやん、問題。あの、生まれた時は赤ちゃんだから4本足。4本足で、ハイハイするからね。で、次、成人とか、人間だから2つ足。で、老人になるから、あの、なんていうの、杖使うから、あの、3本足ってこと。だから4、2、3。なんかあったな、そういう問題。あったよね、昔流行ったよね。ああ、なるほどな。意味がわかんなかった。そういうことか。だって続くからさ、ハズレでーすとか教えてくれたらいいんだけどね。まだちょっと鏡を探す生活になるから、鏡までカットします。はい、鏡までカット。いきます。ちょっとカット。こんにちは、チョメです。3階っていうか屋上の道に階段上がったら鏡がありました。で、ここに入ります。今回のは、迷路か。じゃあ今回ここで終わります。次回に続きます。気になるでしょ？もう次回予告、私こういうのにすることに決めた。気になる方はまた次の動画をお願いします。失礼します。チョメでした。じゃあね、バイバイ。